どうもボボビビーーーアトレザーのボビーです、ね、今日は何時もう一日もあれですよねあ十11月6日ですねえー、金曜日週末ですねえー、第、えー、66回目、ね、の配信となりますそれではオープニングムービーをどうぞ えー、ボビー・アトレーダーのボビーです。えー、今日もですね、うんえー、大阪のボビー・アトレーダーのアトリエから、えー、配信、えー、させていただいております。ね、あのー、もう十一月ね入って、えー、まあ最初の週末ですか。あのもうこれねあの大阪もですね朝晩あキュッとね冷え込んできましたね。なんかし知らん間に。 なんかもう冬の足音がですね近づいてきますね。ここはですねえアトリエはですねえ1階なんでねえ建物のえ底冷えがキュッときますね昭和な建物なんでねええ感じの,あの僕とほぼ同い年ぐらいのえ建物なんですけどね。でまあ,あ 足元もですね、えー、昨日からですね <laughs>、えー、電気ストーブを <laughs> 出しましたね、うん、まあ,あの誰もまあ来ない時はですね、えー、レッグウォーマーみたいなのとかつけたりとかですね、えー、ちょっとこう足元がですねヒヤッとあのするんでね、えー、そんな感じで、えー、工夫はしてますけどもね皆さんお,お過ごしの街はですねいかがですかねえーまあ、今日はですね、えー あのー、こうタイトルは「秋冬コーデにねレザーをトッピングね」ねえー、そういうことでタイトルをついさっきつけましたけどねまああの何、ー、ていうんですかね、えーまあ、僕は、まあ、あハンドメイドでですね、えー、レザーの、えー、ジャケットとかこういう革小物ですねオリジナル作品をですね、えー、お届けしてるんですけども。 えーですね、最近はですね今今、あのー、<laughs> 制作してるのはですね、えー、ちょっとリメイクをちょっと依頼さしていただいてですね、えー、こういうあれですよスタッズねこ,これはあの薬莢のような薬きいうあの弾丸の弾みたいなちょっと尖った感じのねあのこ,こうなった感じのスタッズをですね、えー、コツコツあのー ライダースの革ですね <laughs> あの、えー、まあ衣装で、えー、ご利用ということで,ですね、えー、お手伝いさせていただいてます。でですね、えー、まああの何ん,んですかね、えー、ここ数年ねやっぱライダースの人気はねあのメンズレディース問わずですね、えー、ずっとまあ,あ長いことねありますね。まあ僕もダブルライダースはですねまだ手掛けてないんですけど。あの なんかやりたいな今ずっとあってですね、まあ、デザインをいろいろ書いたりはしてるんですけど、うん、なんかそのなんか,、うん、なんかこうボビー・アトレザーらしさのある、うん、ダブルライダーそうですねいつか作りたいないつかもうまあそう構想もう5年ぐらい経ってるんですけど <laughs> なかなかねあのえー、まあ 後楽しみはあとに届くかなと思いながらですね。はい、でね、えー、なんかこうコーディネートする上であのなんかこう革ジャンとかいかついとか,あなんかイメージがあるじゃないですかそういう話に、ね、あのあちょっとあの普段のこう柔らかい素材とかあ優しいものですね、えー、トッピングしてですねちょっと甘辛な感じにするとかいうもあるかなと思いあのすごく キリッとこうスパイスっていうかが効くような気がしますしね、うん、僕はそういう取り入れ方っていうのは非常にいいありですねうんなんかこう何て言うんですかね、えー、革ジャンに、えー、革パンに、えー、レザーのなんかあたらなんかもうお前のちょっとハードな感じでまあハードのを演出するにはあそれでも僕はあいいと思います、えー、それはそれで僕はそ,そういう世界観はあ好きですけどね うん、でまあこなれたような革,革でもですねレザーの表情とかもいろいろあって、まあ、スウェードとかヌバックね、えー、ちょっとあのなんかこうふわっとした表面がつこういうつるんとしてないやつねそういうもうですねこれからの時期とかねあの、まあ、靴とかは結構多いですねスウェードの靴とかねスニーカーもそうですし僕もスニーカー履くときは上が割とこういうつるっとしたこう銀面っていうんですけどね のーコーデの方が多いんで着込、えー、むことが多いんで、えー、足元はですね、えー、スウェードのね、えー、昔からずっと履いてますねもう10年ぐらい履いて,てんじゃうから鬼塚タイガーのね、えー、シューズをですね履いてますね。 でとかあとまああのーレーザーまあカージャンもそうですしまあ、ハットでもでこのこのハちなみにこのハットはですねもうまあ廃盤に廃盤っていうかあもう素材が今あまあ切らしてるんであれですけどあの原、ー、子今いわゆるあのわかりやすく言えば原子ですねまあ厳密には違うんですけどあの原子っていうのはですねあのー、ほら こういうい、ね、薄い系のもんを腹子って言うじゃないですかみんなねえー、っとね要は胎児、ね、お,お腹の中に母,あの母牛の牛のねあのメスのおなかの中にいる胎児をですね、えー、からこう。 なめしてて、ね、作る皮が子っていうんですねあの漢字で言ったらこうパッと書けあえへん, <laughs> んからだけど、うんまあ、あとは、まあ、まあ、こ厳密にはこれシなんですけどねでまあ,あそれを使ってるんですけど、まあ、こういうちょっとこう何ですかソフトな感じに見えるものとかあとはですね、うんまあまあ、スウェードとかは僕はまあなんかこうおしゃれ上級者みたいな感じでいいかなと思いますしねあとはまあ,あの僕の僕は 使うとまこう革ジャンねこういうこれは馬革の革ジャンなんですけどで、まあ、こういうのに、えー、こういうねや、えー、らかい素材,素材ですよねふわっとね、えー、首に巻いたりとかしてちょっとこう緩急つけるというか、うん、そういうと、えー、取り入れ方ですね、えー、普段はあ使ってますけどねあのー、ステージ衣装とかでねのことで、まあ、手がける機会も結構あるんですけどあのー ステージショーとか使う時はですねやっぱステージでこう,こういい感じで動きがあるじゃないですかでまあ普段でもそうなんですけど動きがあるものにこういう揺れるものね、えー、をですね取り入れるとですねなんかこうすごくエレガントでいいんですよねこうであのフリンジとかあるんですかあのビラビラってなってあれもねあのよくあのステージショーとかで,です、ね、取り入れたりはするんですけどね あのやっぱこう揺れるものというかそういうふうなところの要因というかあそういうところですね、えー、なんか美しさとかあの華麗な感じとかあ、ね、演出できますしねやっぱこうそういう,う,あのこう揺れ風に揺れるもの動き,動きを感じるもの、うん、そういうようなものを、ね、取り入れたりする中、うん、のはあ僕はあすおすすめします、ねはいまあ僕も別にピア,ノス,ピア,ス,ピア,ピアスとか何も開けてないんであれですけど。 あのこうフラットさせたりとかねあるじゃないですか。であのやっぱこうハードな素材と柔らかい素材とのミックスですね、えー、あの取り入れるっていうのは非常にいい,い,いかなと思いますね。でまあ,あのこういう今でやったら今やったらあリモートワークみたいなんですかね,こうね今もそうなんでしょうかね。あの でそういう時にこう小物とかをですね、えー、こういうシルバーもそうですし、まあ、こういうハトもそうですしあ、まあ、帽子でもハンチングでもねなんかそう,そういうのをね、えー、うまく取り入れていただいたらあこう一味違うというか、ねあのー、ちょっとこう個性,個性があの光るというか、うん、そういう感じでですね、えー、取り入れレザーをうまく取り入れてもらえれば,もらえればなって。 いいつも思います特にねこういう季節になったらね、うん、どこやかしこにね、えー、やっぱりこう僕もメディスンバッグとかあやっぱこう腰にねあのジーンズのベルトのね、えー、とこに、えー、腰あの携帯を入れるものに使ってみたりとかしてるんでね、うん、そういうなんです、ね、あのの非常に、えー、育てがいもありますしね、うん、まあそんな季節問わずあの使いますし。 で、まあ、あのー、ちょうどね、あの、これをアナウンスさせていただくか。ね、えー、あ、今、出てこんな。<laughs> あのー、<laughs> ウェブサイト、ね、今、キャンペーンをね、こうやってます。ね、明日からかな。あのー、このクーポンコードね、sshop120thx に、TH X、こう入れればですね、あのー、ボビアトレザーのですね、 乾くものとかね、えー、それからハットのご予約がですね、えー、5%オフになるそうなんでね是非、えー、ねこの機会もねお見逃しなくね、えー、あのごあの活用いただければなって、えー、思います、えー。そんな感じでですね、えー、まあ、あのー、コーディネートについて今日はねお話しさせていただきました。 えーっとね、あの急にね、あの寒くなったりして、あの昼間暖かかったりとか、こうね、間段の差が激しい季節に、えー、なりましたね,ね、えー。皆さんもですね、このご覧の皆さんもですね、えー、体調にはくれぐれも、えー、気をつけてですね、えー、素敵な週末をお過ごしください。それではまたお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね、バイ。